いやいや怖い。マダガスカルもっと気にしてないと思う。難しい。そして本日のオペレーター塩崎心です。よろしくお願いします。ということでございまして、今回は、あんまよくわかんないできた。おこの場所になんですかね。山田さん、はい、お願いします。今回ですね、はい、お二人をちょっと呼び出したのには理由がありまして、もうゴージャスさんといえば、はい、あのよくおなじみのネタマダガスカル、はい、あるじゃないですか。ある。あちらの、まあ、ネタをされているということで、まあ、マダガスカルについて詳しいんじゃないかということで、何か詳しい情報とかございますか？バオバブの木っていうのがあるね。あとはアイアイ。アイアイ。アイアイ。お猿さんだよ。いるんだよ。いいっしょ。マダガスカルで食べられているお料理とか、なんかご存知ですか？ゴージャスさんの出した、はい、書籍になってます。マダガスカルめっちゃ米食う。めっちゃ米食う。そうなんですか？米食う。米食うんですよ。はい。ということで、はい、めっちゃ米食うマダガスカルの方がよく食べている料理ということで、今回、ロバザバという、まあ、ご飯に合う、まあ、スープのような食べ物があるということで、ロバロバザバ、はい、国民食と言われているロマンシングザバ。いや違うんですロマンシングじゃない、ロマンシングザバじゃなくてロバザバ、ロバザバ、はい、こちらと、まあ、ちょっとお菓子、まあ、おやつですかね、もう無風菓子と呼ばれている無風菓子、無風菓子、はい、無菓子無風菓子無風菓子無風菓子、はい、どちらもがマダガスカルでは、まあ、人気な、まあ、有名な食べ物みたいな。なるほど、はい、こちらをちょっとお二人に作っていただいて、まあ、マダガスカルに詳しくなっていただこうという企画でございます。おほう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 ということでございます、はい、レシピがなるえあります。ペライチですよこれ。あ、そうですね、簡単に作れるということなんです。えマダガスカル料理って言ってもさ、切って混ぜたらできるじゃない。マダガスカル料理をちょっと舐めてますね。足取ったりとかしないでしょマダガスカルは。おお、で、こっちが何でしょうか。無風菓子です。無風菓子なんか丸2で終わってるよこれ。すごい、2個の工程でできるんですこれ。どうしましょう。ここもだって担当ごとに決めちゃった方がいいよね。そうですね、まあ決めていただいてもいいですし、これは、まあ、ロマザバは少し時間かかりますね。本当だ、20分くらい中火でじっくり煮込ませる時間があるので、もう丸4までいっちゃった方がいいんじゃない。2人で。おー、なるほど。おー、じゃあ2人でやりますか。まあ、煮込ませるまで。そう、煮込ませたらもうこっち混ぜて焼けばいいから。もうじゃあまたロマザバの方の主導権は私が。はい。おお。無風菓子は無風菓子を担当で、はい、担当させていただきます。はい。ということでございまして、はい、全くわかりませんけど、で工程に従って、はい、どんどんやっていきましょう。やっていきましょう。はい。はい。はい、それでは、はい、マダガスカルの国民食ロマザバ。ロマザバではマダガスカルの国民食で米と付け合わせで食べるシチューのような食べ物、シチューね、ロマザバのスープをご飯にかけて食べるという感じです。じゃあちょっと食材をいきますよ、はい、まずは牛肉シチュー用、次玉ねぎ1/2、にんにく、生姜、トマト缶でもいい、ブイヨン、ほうれん草、オッケー、はい、では、うん、じゃあちょっとやっていきましょう。こっちに肉にしようか、はい、玉ねぎは、角切りに、牛肉とトマトはサイコロ切り、にんにくと生姜はみじん切り、ほうれん草はざく切りにしておく、はい、じゃあ玉ねぎ半分だから1/2なんで、はい、私肉を切っちゃいますかね。先に落としちゃった方が楽かなって思って。なんか言ってから聞いてもらう。びっくりしちゃったよ。手を洗っていただきます。お、いいね。玉ねぎの角切りですね。角切りって何ですか。どうした。肉を食べやすいサイズにしますね。最高。
大丈夫ですか。大丈夫ですかね。どんな風に切っても大丈夫ですか。多分マダガスカルの人はね気にしてないです。マダガスカルの人は分かんないですけど角切りと思って切ってないと思います。いい感じの大きさに切ればいいってことですね。この間はホットケーキ作った後は料理したかい、はい、あの後ちょっともう悔しくてホットケーキもう一回作り直しました。家でやっぱなんか負けたの悔しいなって思ってスタッフに負けた森田さんに負けてなんか悔しくってお家で作り直してみたんですけど、なかなかやっぱあの味は出せないですよね。すげえバターとね。一回取る、後ろ取る、はい、はい、森田さんまだ入らない。焼く工程を、あとはニンニクと生姜みじん切り、ほうれん草はざく切りということで、はい、はい、はい、ほぐらみたいな90g だから。でもほんと 5g だから多分ちょっと使わないから、ニンニクと生姜みじん切り、いやこれ7です。ってこと真ん中抜いたら、ほら。お、ちょうど。これは見ておいて。みじん切り。あ、みじん切る。はい、やっぱりです。ニンニクと生姜みじん、もう本当に、あ、大丈夫だね。じゃあ私はフライパンで炒めます。はい。大丈夫でしょ。長谷の料理だから。どうなんだよ。ちょっとそんなに僕じゃないでしょ。 OK、 はい、その状になったナッツをフライパンで、赤身がなくなったら3つをフライパンから取ります。最後塩、お腹空いてきた。いや早い。ああちょっと怖い。前取る。いやちょっとイメージ。キラーみたいな感じ。キラーだ。ちょっとパイがここにいます。いやいや怖い。マイケルみたいになってんじゃん。取りますね。はい。違ってしてる。違う。はい。おい、あー美味しい味じゃなかった。音ね、音、美味しい音。最近、ヨキュンちゃんが、はい、ココルちゃんが痩せてきちゃったから、何かしらご飯食べに連れて行かないと。そうなんですよね、なんでだろう。なんで会社いいんですかね、すぐ痩せちゃうんですよね。ちょっとまた、あれ行かないとね。じゃあ、あ、ワンコそばですか。100杯チャレンジしますか。100杯チャレンジする。でもあのあと何回か友達に行こうって誘ってるんですけど、みんな嫌がる。いや行かないよ、普通の人が嫌がない。普通の普通にご飯食べようって言われる。そうだよ。ほうれん草は赤身、赤身。これは結局煮込むから、結局煮込むからそんなにやんなくていいと思う。豚の脂が残っているそれから玉ねぎを入れて炒めます。はい、はい、豚の脂が残っている、こっちに入れる。いいんだよ、一緒に、一緒でいいんだよ、どうせまだ。あ、そっか、一回流しちゃおう。なんか前のホットケーキの時に、うん、コメント見たら、王様がすごいお父さん感があるって書かれてた。あるし、私のことをすごい心配したみたいな。やでしょ。俺が心さんにギラギラしてたらやばいでしょ。あれでもみなみちゃんにはね、まあそこはね、あるから俺も人になってそう。ちょっとちょっとそれでも、やだわ。すいませんはね、ほうれん草が何でしたっけ、10枚、え、10枚こんな少なくていいの。え、これ何をもってして10枚っていうんですか。いや、大丈夫です。葉っぱは縮むからもっと入れようよ。そうですよね。
玉ねぎいいね、これ。この切り方。イエーイ。これ。ちょうどいい。ほら、ほら、どうですか、皆さん。切り方こうだったけど。いつも郷様心配させちゃう。怖いね。玉ねぎ入れて炒めます。玉ねぎが透き通ったら、まだ。透き通ることないでしょ、玉ねぎ。結局2個もからなんですね。よいしょ。ざく切りにしました。もう入れちゃおう。はい、ニンニク。普段トマトを開けれるぞ。あ、開けますね。そして赤ちゃんじゃないですよ。いや、マジ怖いね、マジ怒られちゃう。大丈夫ですよ、商品だから。そのもう、20歳なんで大丈夫です。トマトを入れ、口が崩れるまで弱火で炒めます。で、これを全部ドバっていくんですか。いいな、やっほー。こう、でもなんか美味しそう。オッケー、じゃあ、はい、オッケー。ムフガシの、ムフガシのちょっと紹介を。ムフガシとは、マダガスカルのおやつ、朝食、ちょっとしたパンの存在です。マダガスカル語のモフォと米粉を使ったマダガスカルのパン的存在の食べ物。米粉だ、米、ほら米使ってんだよ。ガシはマダガスカルの意味らしいです。それで紹介します。はい、米粉 100g、 小麦粉 110g、 お砂糖大さじ2杯、ベーキングパウダー小さじ3杯。で、作り方が、米粉、小麦粉、砂糖、ベーキングパウダーを水またお湯を少しずつ加え混ぜる。以上です。米粉 100g、 いやー 100g って結構ありますね。ごめん、63。あ、いい、別にいいよ。マダガスカル氏はもうグラム気にしてないと思うから、目分量だと思うし。お湯300ml にキューブ1個。多分ね、どうやっても美味しくできるんだよ、これ。砂糖大さじ2、大さじ2。全然大丈夫、分かってるから大丈夫だから。でもなんか美味しい匂いはしてますね。結構トマト温めると美味しい匂いするからこれが沸騰したらぶち込んで、ぶち込むわけ。どうして。そうでしょ、スープだから結局。まあ全部入れたらちょうど良くなりますよね。私に任せてください。美味しいムフ菓子を作ってみせます。ムフ菓子職人。人生ね、大丈夫。はい、今こうじゃ、今パンいっぱい増えてきて大事な時期だから。うまいムフ菓子を作ったらもっとみんなに信頼されるかもしれない。これムフ菓子失敗したら料理できないねっていう話。なんですか、そのムフ菓子で測ってくるパンは。マダガスカル層からもちょっと応援されたいです。そうね、ワールドワイドに行こう。はい、ゴンさんはでもマダガスカルの方のファンとかいないですか。マダガスカルのネタやってる人知らない、知ってる人いたらやっぱ俺って襲われてしまうかもしれない。お前ふざけやがって。牛肉入れちゃおうか。よし、いや、順調よこれ。うん、いい感じですよ、こっち。多分ね、今日みんなに夕食いらんで、これ。これでお腹いっぱい。結構しっかりめの感じですね。はい、オッケー。はい、美味しそう。はい、美味しそう。あ、美味しそう。20分ぐらい煮込む。さあ、20秒でした。もう煮込み作業ですか。うん。じゃあ、早い。これで煮込みね。はい、オッケー。はい、ムフ菓子も生地できました。フライパン、ホットプレートなどに油を敷き、
温め、直径7センチほどの丸い型に生地をなす。ということで、これだ、これがあるんだ。丸くするのに、たこ焼き器があるね。ムフだし、ムフだし。よし、じゃあ、私のムフを見ててくださいよ。立派にムフしてみせますか。結構入れるんですか。火くれるで、これ。これ、じゃーって言っていいんじゃない。あ、これ全部、うん、ここにいいですか。うん、いや、真ん中から。あー、やばい。いけた。あ、早すぎると満タンになっちゃう。えほら、ムフ菓子です、ムフ菓子。ムフっとるで、これ。ムフっとりますね。なんかこの辺焦げてない。焦げの匂いがしてる。一回止めようか。見た目じゃないから、味でやってるから、こっち。そうなんですね。うちは味でやってるんですよ。味でやってるんで。出ちゃってますよ。いや、もうしょうがないんだよ、これ。しょうがないわ。こっちだけ結構いいですけどね。ムフの方が終わっちゃう。こっちから見たらすごいボロボロになる。いやこっちから見たらそうですね。めっちゃ綺麗です。そっちから見たらね。マダガスカルもっと気にしてないと思う。マジで。マダガスカルそう、本当に。広い草原と広い空が、ね、アラガスカルでそんなこと言ってたら俺一口も取ってないよ。出来上がりの味分かんなくなっちゃうよ。これはこれで、これ食べてるわけじゃないですよ。出ちゃったやつを処理してるんです、綺麗に。でもこれムフ菓子美味しかったら、うん、まだどこも手つけてないから。そうですね、原宿でムフ菓子のお店を出します。一見に行っちゃうよ。なんか流行りそうですけどね、すごい。ムフ菓子、うん、いけると思う。なんか丸くて可愛いじゃないですか。名前も可愛いし。いや、いける。やりましょう。急にお金出してます。なんか商売の匂いがしてきました。商売って取れますか。いい感じですよ、ムフの仕事。きた、タピオカの次はムフだ。ムフだ。あと5分。あと5分だ。結構煮込んでる。ぐつぐつ。もう、繰り返る。食べるのが早い。ホットケーキみたい。おお、ホットケーキだ。美味しそう。ムフケーキだ。ムフケーキです。あ、これちょっと、あ、最後。これ最後。もうちょっと入れるくらい。じゃもうこれ取り分けて。うん、了解です。ムフガシの。ムフガシはさ、何？味はどうするこれ？書いてない。そのままなんじゃないですか。火が通ったら完成って書いてある。なんかチョコとかかけたくなりますよ。チョコ合うでしょ。その端っこを食べててどうだった？美味しかったです。美味しかった。ただ優しい甘さみたいな感じでした。あの蒸しパンみたいな味にします。ベストメンバーだけ盛り付けようか。あ、OK です。ごめんなさい、失敗できなかったよ。すまずまたうまいものを作ってしまいました。そう、前作っちゃった、すみません。うまへん。ずっと食っちゃった。最初のファーストバイト的なうまさの感動とかないよ。いや大丈夫です、これを全部カットしてもらったら私ファーストバイトの感動でできます。そういえばみたいになっちゃうから。
り1分ですが、私はもう待ちきれません。ほら見てください。はい、続けて前からね、絶対美味しい。いやいいですね。入れて、はい、まぶして、あ、味見するか、味見して塩コショウ調整しようかね。違う、ちょっと待って。じゃあ、ロマからいきます。ロマから、ロマザバから。ロマザバ、ザバです、ザバね。さあ、ちょっとチョココーゼで食べようですね。俺はちょっと味見してるからさ、はい、大体いただきます。トマトたっぷりでいただきますね。うん、うん、うん、おいしいです。おいしい、うん、だ結構トマトだよね。確かにホールトマト感が強いかもしれないですね、うん、不安だったからトマトじゃんっつって。確かに正解が分からないからそうなのよ、正解が分かんない、不安ではあります。でも美味しいんですよ、その口も高めを交えて。これやっぱね、ほうれん草がめっちゃシューってキュッてしちゃったからさ、うんうんうん、いい適量だった。10枚なんかもう残ってないぐらいグロマトです。じゃあ私もいただきます。うん、さっぱり。あ、でも言うほどさっきの味見の時よりもトマトって感じじゃないかな。でもあれの胡椒が効いたんじゃないですか。ブラックペッパー、うん、ブラックペッパーの味もいい感じに引き締まってる感じ。ちゃんと計算したら、あのこの小皿で味見をした量だから、うん、から分量を計算したらここぐらいかけてよかったな。なるほど。いや、美味しいです、美味しい。お、よかった。ニンニクの味もちょっと効いてて美味しい感じ。待ってこれ、
腹減ってくからかな、俺ガンガンくるこれ。うん、うん、ということでございました。ちょっと次行きますか。お疲れ様です。次、ムフ菓子。ムフ菓子、ムフ菓子でございます。はい、これじゃないですか。丸バージョンとおとぎみたいな平バージョン。何の知識もないから一回食べていいですか。僕ムフ菓子きます。匂いは香ばしい。一口で、うん、どうですか。ムフ菓子。マジでムフ菓子。ムフ菓子ですね。ちょっと大きいの食べてみて、はい、マジで何の名前も知らさずに知らね、こう出して食べたらムフ菓子です。これ十分多分ちっちゃいのいっぱい食べてましたから私ここでね。ムフ菓子ですね。ね、ね、ムフ菓子。ムフ菓子美味しいね。でもね、ムフ菓子美味しい。これちょっとね、ああ工夫なんか別にいらないかもしれないこれ。結構甘いですよねこれだけでも。チョコやったらうまいんじゃないかと考え、いらないかもしれない。うん。うん。チョコバルブはな。うん。あ、うまい、うまいね。美味しいですね。なんだ、噛めば噛むほどみたいな。うんうんうん、なんか優しい味。優しい、うん、添加物ないもんね、うん、ちょっとチョコレートをちょっとね、うん、おばあちゃんいただいてみましょう。いただきましょう。うん、うん、ふふがしです、これふふがしチョコ、うん、これ早めに取っちゃった方がいいかもしれない。うん、美味しいですね。日本で。うん。直したで。直したで取んないやったら、うちで取るよ、これ。おぉ。それか、ピッキリで取るけど。いや、美味しい。チョコ入っても美味しいな、でも。美味しい。うん。何入ってんだっけ？米粉と砂糖と砂糖と小麦粉と、うん、ベーキングパウダー。ベーキングパウダーだけですね。分けるぞ、これ。アイス入れても美味しいって。マダガスカルバニラ。マダガスカルバニラを。マダガスカルだ。これが美味しいから結局。ハーゲンダッツが。いや、さらに引き立ててくれるんですよ。マダガスカルコラボ。うん。ココちゃんも乗せる？はい、ちょっとだけいただこうかな。お、かわいい。これはやばい。結構クレープの生地をもちもちにしてもうちょっと太くした感じみたいな感じ。そうそうそう。いけるでこれ。かわいいし、ちょっと丸にチョコ乗せていいですよ。バニラやって商売を始めますか。800円。うん。いいお値段。原宿でね。うん、ムフ菓子からの美味しい。トップ取るかこれ。めっちゃ美味しい。これゴージャス動画でトップ取れましょう。取った方がいいよこれ、マジで。西尾さんに言って、西尾さんにムフ菓子の特許取りましょうって。こっちの方は丸いやつを、うん、あの原宿とかでこういう透明な容器とかに入れて、うんうんうん、こうやって売ったらめっちゃ可愛いし、映える。映えますよ。結局映えだから。うん、映えですし、美味しいから本当に。でもやつは食べねえから倍だけ。米粉がいいですよね、もちもちで。米粉はなんかね、うん、効いてて美味しい。うまい。めちゃめちゃ美味しいです。この曲ね、何を考えてんだって思ったけどね、うん、いい企画だ。おお。普通に食べたい。普通に、なんだろう、お腹空いてたのかもしれませんけど。うん、うん、いや、食べれちゃうね、やっぱり。美味しいですよ、やっぱり。トマトの酸味が、うん、食欲をこう増幅させる、うんうん、んですよ、うん、なんか夏のバテてる時とかにもいいかもしれないですね、うん、
パイナップル。いい。どうするあれ。出資者募る？クラウドファンディングします？おしまいあのカレー屋の隣に店建てようと。戦ってやろうしさ。一回牛丼食ってくればよかったな。なんか嘘っぽくないかなんかすげえ食っちゃったもんだって。いやでも美味しかった。美味しかった。ね、美味しいんですよこれ普通にやっぱり。自分たちが作ったっていうそのなんかその可愛いさ。可愛いさ。うん。これちゃんもね最近は。よきゅんちゃんがね全然ここちゃん痩せていくってことで。これはもうね。食べて食べてこれを、はい、食べて恥ずかしいなこれ食べてしかもこれで、うん、マダガスカル料理をゴージャスさんは作ったことがありますよって今後言えるんで、あのネタをした時とかにマダガスカルの話を聞かれた時にこういうお話もできる。マダガスカル観光大使行けますよ。観光するとこじゃないって俺調べた結果。なるほど。冒険者の人が行くんだよね。なるほどなるほど。じゃあお家で手軽にね。そうだね。楽しめるようにこれを、うん、はいっていうことでございまして、はい、いや美味しかったんでね。めっちゃ美味しかったです。ちょっと他の国もちょっとやってみてもね。あ、いいですね。なんかダーツでこうやってダーツ食事やりませんか。え、ここに来て。ここに来て、ダーツいろんな国書いてある。いや、これ少なからず萌えたんが一回作ってみて美味しいから一回やってみて。一回自分で、あ、これだったら大丈夫っていうね、 OK がされたりするからですね。急にすげえなんか難しい料理で失敗したってのがあるんですね。ダーツの旅みたいな、うん、で前もってやってみたりしましょうか、ね。はい、そんな感じで、はい、ここの国の料理見てみたいよ、作って食べてみたいよ、来てほしいよみたいなのありましたら、はい、コメント欄に書いていただけると光栄でございます。はい、ということでございまして本日はここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。完食したって。美味しかったです。まだから食べたいの、温め直して食べます、ね、もうみんなで食べていきましょう、うん、はい。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここメンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。